クロンジュイコールシュルロティーズは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドゥーセーブル圏のコミューン。複数の集落で構成される。クランジアは、高期ラテン語のコロニアに由来する。早くも発生域に、キャラニスとして現れる。自由農民がコロニア内で定住する権利を得ると、彼は、コロンと呼ばれるようになった。三本ンンパンの方向にある。 トゥルテノン村落は、ベロビング町時代に、高架鋳造の工房があったことで知られた。クロンジュの最古の引用は978年、B 社イ、e、ーコローニーについての記載である。古代から継承されてきた簡素な農業のドメーヌで、この農場が住民たちのコミュニティを確立する原因であった可能性がある。一世紀後、キャランジーヤの人口業界が城や、教会の周りで始まった。 クロンジュイコールシュルロティーズに関する最初の言及は1207年、上州の報告からである。中世には、クロンジュイコールレロワ、または、クロンジュイコールイコールロワイヤルと呼ばれていた。クロンジュ領主、マダイアンデスタック家は王に仕えて、頭角を表し、ルイ11世が、ジャンマダイオンデスタックの城を撤去させる前に、オイアモーリーが、王帝ベリー公、 シャルルの自重となったので、ルネサンス様式の城に建て替えられた。大規模な狩りを行うことになり、ルイ11世自身がマニエーの城の中にあるクーロンジェス、l z レオへ移った。1469年9月8日、ここで、ベリー公シャルルと王の和解が行われた。王は和解の条約に署名するため9月18日まで、ここに残っていた。1709年、 ひどい不作の後、不足時にやりくりして、需要をまかなう時期は、困難を極めた。こうして、別の地方や軍隊への穀物供給を阻止するために、王の民兵として戦うべく武装した農民たちは、4月19日夜から20日に、家計王室の穀物像を略奪した。現在のクロンジュの町は、異なる時代に3回の成長を見た、小さな町として構成されている。 中世の核は、少しばかり中心地から離れており、境界と古い城の周りに集まる形状である。これは、曲がりくねった通りや、細部が中世からの関係性を明らかにしている古い、住宅からなり、同心炎上になっていることが特徴である。都市化の第2期は16世紀に始まった。ルネサンス様式の城の建設、大きな正方形の広場を囲む地区が改修された。最後に、 19世紀は繁栄の時代だった。石灰用創業と連動した、この経済の後継機で、主要な道路の貫通工事、鉄道敷設ホール建設、豪華な住宅地が生まれた。19世紀初頭のブルジョア階級の住宅や20世紀、初頭の別荘は町に建築ユニットを提供している。19世紀前半の50年間、性格産業は、 石灰用創業と共にクロンジュの主要、経済活動の一つであった。1812年、知事へ宛てた書簡の中で、クロンジュ市長は、タヌリーと呼ばれる地区には13の事業者が分散し、レクルバス地区には3事業者、トゥルテノン村ンクには1事業者がある。と述べている。石灰用創業の発展は、生産物の輸送を容易にし、新たな販路を見つけることを可能にする。 鉄道の敷設と一致していた。石灰用建設の第一波は1868年より前に起きた。およそ20の釜の内重をウィレール社が所有し、地元の経済繁栄を導いた。サンドール炭鉱、フェモロー炭鉱から買い付けられた石炭が釜に運ばれた。石灰の生産と販売、燃料や石灰を運搬する大勢の運搬業者が働いていた。 石灰は土壌改良や農業収量の増産目的に使われた。1868年より後に起きた第2期では鉄道路線沿いに釜が設置された。販売エリアにもはや制限はなく各用の所有者たちは生産品を輸送することが可能になった。クロン樹城多くの商店や職人がいるほか、ボイラー製造や暖房資材の工場がある。参照元。 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。